はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さあ今日も遊戯王ストーリーデッキで遊んでいきたいと思います。今回やるのがストーリーの最終回ですね。表遊戯 vs 闇遊戯、遊戯が戦いの儀で元の世界に帰っちゃうっていうとても印象的な話ですね。今回はせっかくなんで闇遊戯と表遊戯、両方のねデッキを使って両方の視点で遊んでいきたいと思います。どっちのデッキもね、なかなか強いんで、まずはじゃあ闇遊戯からいきます。相棒、やっぱり俺は元の世界に帰りたくないぜ。行くぜ相棒、俺の先行から行かせてもらうぜ。デュエル、俺のターン、強欲なツボを使ってドロー。俺のターンドロー、行くぜ相棒。ここはまずいきなり飛ばさせてもらうぜ。俺は黒魔術のカーテンを発動。フィデオ、我がしもべ、ブラックマジシャン、攻撃表示で召喚、現れろブラックマジシャン。もう一人の僕、さすがなかなかやるね。もう一人の僕、行くぜ相棒。俺はまずこのターンは何もできない。ターンエンドだぜ。さあお前の力を見せてみな相棒。行くよもう一人の僕、僕のターンドローからのモンスターを守備表示でセット。まずはこれで様子見だよ。行くぜ相棒、今ぶちのめしてやるぜ。拳銃をガゼルを攻撃表示召喚。俺はそのままバトルウェイズに移行させてもらうぜ。行けブラックマジシャン、ブラックマジック、ワタポンを撃破。行け拳銃をガゼル、相棒を噛み殺せ。もう一人のバック、てて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 、俺はターンを終了するぜ。行くよもう一人のバック、ドロー。なんていうピンチなんだこの時、僕はどのカードを使えば返せるの。行くぜ相棒、容赦はしないぜ。どんなカードを伏せたって無駄だ。俺のターン、行かせてもらうぜ。黒魔術のカーテンはデッキからでしか特殊召喚ができない。俺のターン、キングスナイトを召喚するぜ。どんどんモンスターの数で制圧させてもらうぜ。相棒、行くぜブラックマジシャン、ブラックマジック、サイレントマジシャンレベル4撃破。拳銃をガゼン、相棒を食い殺せ。行けストロングホールド。何、待っていたよ、その攻撃は読んでいたよ。なんだと、仕方ない、俺はターンを終了するぜ。ターンエン、僕のターンだよ、もう一人の僕。くどうしたら、僕はこのカードを生贄にデーモンの召喚を召喚。なんだって、デーモンの召喚、強すぎるカードだぜ相棒。そう、一体どうすればいいんだ。俺のターンドロー。クソ、黒魔術のカーテンが完全に腐っちまったぜ。こうなったらすまない、ブラックマジシャン、ブラックマジシャン、デーモンの召喚に攻撃、ブラックマジック。行くぜ相棒、現状ガゼル、相棒を噛み殺せ。ダイレクトアタック、俺はターンを終了するぜ。ジャックスナイトを出しておくべきだったかもしれないぜ。それはプレイミスだね、もう一人の僕。そんなプレイミスをするからこういうことになるの。待て相棒、やめろ。やりやがったな、俺のターン、ドロー。聖なるマリアミラーホース、こいつはいいカードを引いたぜ。死者転生でなんか拾いに行くか。死者転生で転生したいか特にねえんだよな。よし、ここは聖なるバリアを伏せてターンエンドするぜ相棒。さあ来やがれ、殴ってきやがれ相棒。僕のターンドロー。僕はどうしよう、グリーンガジェットを召喚からのレッドガジェットをサーチしてくるよ、もう一人の僕。バトルウェイズだ。かかりやがったな相棒、俺は待っていたぜ。聖なるバリアミラーフォースを発動、貴様のモンスターを一掃させてもらうぜ。やるねもう一人の僕。じゃあ僕はカードを1枚セットしてターンエンド。俺のターンドロー、キングスナイト攻撃表示で召喚。さあキングスナイトの攻撃、相棒を串刺しにしろ。キングスナイトダイレクトアタック、受けてもらうぜ。
さあ俺はターンエンドだぜ。行くよ、もう一人の僕ドロー。この時イワナレエリアを発動。僕はイワナゲエリアを発動しカードを1枚セット。ターンエンド。行くぜ。そんなクソ雑魚フィールド魔法で何ができる。俺は死者蘇生を発動。俺は墓地にいるブラックマジシャンを蘇生させてもらうぜ。いでよブラックマジシャン、よみがえれ我がしもべブラックマジシャン。行くぜブラックマジシャンの攻撃、ブラックマジック。うわかかったね、もう一人の僕。マシュマロンは突破できないぜ相棒。待ってくれ相棒、 そのカードは突破できないぜ相棒。許してくれ、待ってくれ。このモンスターをリリース。僕が出すのはサイレントモーソードマンレベル5。いいのか、レベルアップだと。サイレントソードマンレベル7。かかったね、もう一人の僕。ブラックマジシャン、まずいぜ、これはちょっとピンチだぜ。いけ、運命のトロー、トリッキーよ。トリッキーでどうしたらいいんだ。守備表示、とりあえず守備表示。かなりまずい展開になったぜ。死者転生を使わせてもらうぜ。俺はブラックやマジ黒魔術のカーテンを墓地にして、ここはキングスナイトを回収。今は耐えるしかない。違う、もう一人の僕。忘れていたのかい。このカードがフィールドに存在する限り魔法カードの効果は無効化される。何、相棒もトリッキーマジックボーも使えないのか。その通りだよ、もう一人の僕。じゃあ俺はこのカードを特殊化するしかない。魔法カードが効かない。あいつ魔法カードの効果を受けないんじゃなく、相手は魔法カード、いやフィールドの魔法カードの効果は無効化される。なんていうことだ相棒、やめろ、やめてくれ相棒。俺はどうしたらいいんだ。さあ僕の反撃だよ、もう一人の僕。たっぷりなぶり殺してあげるからね。安心して冥界に帰るといいよ相棒。待ってくれ相棒。運命のドロー、俺は俺のデッキを信じている。ドロー、サウザンドネイン、魔法カード何もできないぜ。いや相棒待ってくれ、まだ帰りたくない。俺はアンズにもっとエッチなことをする。それまで帰れないんだぜ相棒待ってくれ。もう一人の僕、とどめだよ。サイレントマジシャンでダイレクトアタック。相棒、さあ冥界に帰れ、もう一人の僕。いやー、わかんない、アテン。行くぜ相棒、こっちの高校だ。強え、もう単純にドローが強え。強欲な壺からの天使の施しマジで強すぎるでしょ。あ、お前も持ってるのか。さすがさすがだぜ相棒。天使の施しか。でもこっちは強欲な壺からの天使の施しがあるから、もっと強い動きができる。トリッキーが強い。強欲な壺だぜ、2枚ドロー、さらに天使の施し2枚引いて3枚カード捨てる。うわ、ラーの抑止流来たか。ラーの抑止流、トリッキーマジックボーでワンチャン出せるか。でもこれライフ100になるように払わなきゃいけないからな。マジ弱いけど、ちょっとせっかくだから狙ってみるか。サンクチャリとマジック4でなんとかなるかもしれない。ブラックマジシャンと闇の幻影、これちょっと今使わなさそうなんで、これ捨てといて、なんかね、向こうにモンスターがいっぱいいれば、次のターンとかにはラーの抑止流が出るかもしれないですよ。これひょっとして1500超えられるかな。ちょっと殴ってみるか。なんだろう、ビッグシールドガードだとかありえんのかな。あ、よかったけど、よくないかもしれない。あ、岩投げエリアで守るのか。なるほどな、黒き森のウィッチを守ったのと。なるほど、さすがだぜ相棒。グリーンガジェットでサーチ、でも火力が1400しかないぜ相棒。でレッドをサーチしてくる。まあいいぜ。あ、これトリッキーマジック4でラーの抑止流いけるか。
いけるか。トリッキーマジック4しなくてもなんならオベリスクもいけるな。オベリスクも貴様に神を見せてやろう。どっちでいくか。まあオベリスクやろうな。まあオベリスクだろうな。でもラー見たいな。ラーはもうここじゃないと見る価値ないからな。ちょ、これもう行くか。ラーの躍進にしよう。ロマを求める。絶対ここオベリスクだけど、このラーを出すでしょ。もう出したいからね。ラーを出そう。ロマを求めよう。トリッキーを特殊召喚。捨てるカードはオベリスクの巨神兵を切れ。トリッキーを特殊召喚。俺はラーを選んだ。もうオベリスクには戻れないように。まあ、転生で最悪戻せるか。トリッキーマジックを発動。行くぜ相棒。トリッキーを生贄に捧げ。相手の魔の数までトリッキー特訓を守備用紙特殊召喚。だがこのカードは攻撃を行うことができないぜ。だからリリースするんだぜ。いけーラーの翼神竜。いけーラーの翼神竜。押し字最弱と言われたこの神の力を見せてやる。火力は7900になるぜ。火力は7900。強いのか弱いのか分かんねえ。いや怖え、マジこれ。これ罠でやられたらマジやだな。行くぜ相棒。俺は元の世界には帰らないぜ。ダメージを受けてもらうぜ相棒。いやーし、もうグリーン破壊しちゃうか。行けクイーンズナイトの攻撃。強い、強すぎる。ターンエンド。ワンチャンオベリスクも必要になったら回収できるから、まあいいな。7900ラーの抑止力マジで強いぞ。めちゃくちゃ強いぞ。ただこっちのライフは100になってしまった。究極ロマンすぎる。ラーの抑止力いけ、いいぞ。ラーの抑止力強いぞ。かっこいいぞ。光の暴風圏で大手にするか。一応ね、怖いからね、こっちもライフ100だからね。これ勝ったんじゃないの、勝ったんじゃないの。まあ、ラーにはね、1000ライフ払えばモンスター取れるっていう効果があるんですけど、今はね、その時じゃないね。今はその時じゃないね。あ、これオベリスクも召喚できるな。あ、ジャックがもう、あれか。ジャックがいけるのか。次のターンオベリスク全然いけるけどね。いやー、でももうこのターンでとどめさせるからな。オベリスク出してよな。キングスナイトの攻撃。まあね、イワナゲリアで守るよね。まあ守るよね。行くぜ。あー、ラーの翼神竜。ゴッドウェニックス。ここで勝ちなんだけどね、多分勝ちなんだけど、マシュマロンとか飛んできたらやばいのか。でも俺はオベリスクを出して、俺はオベリスクを出したいから一旦待つぜ。相棒悪いな。ここからはナメプだぜ。あ、まあ大丈夫そうか。あれマシュマロンだったら死ぬ。うわー、マジか。やっちったな。やらかしたな。やらかした。今勝負ついてたのに。やばいやばい。やばい、ブラックマシャンガール。しょうがねえな。しょうがねえ。よし、もう出して、これで出して満足するか、とりあえず。よし、俺たちの満足はここからだ。満足していけ、満足していけ。よし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 。盤面最強。盤面最強。よし、オベリスクの巨神兵。一体生贄だと何をする気だ。デーモンの召喚を出してきて、もう勝てると思ってるのか。こっちは神だぞ。こっちは神だぞ。お前勝てるはずがなかろう。ミラーホースもあるしね。でも逆に向こうにミラーホース引かれたら、俺は正直泣いちゃうね。泣いちゃう。あのマシュマロンとかでもやべえな。マシュマロンでもやべえ。うわ、怖え。マジ怖え。マシュマロンだったら負けるのが一番怖え。マジで怖いんすけど。怖え。怖えよ。怖え。これオベリスクの効果でなんか割りに行くとかの方がいいのかな。怖えよ。とりあえず安全のとこ殴ろう。あ、イワナゲリアか。うわ、ちょっとめんどくせえことになってんな。ちょっとめんどくせえことになってる。まあここでデーモンの召喚は確実に取れる。ターンエンドだぜ相棒。リビングデッドとトリッキーとオベリスクの効果で勝ちか。よし、効果発動。リビングデッドの呼び声、何でもいいんだよね。
とりあえずブラックマジシャンガールでも呼んでいくか。ブラックマジシャンガール、いでよブラックマジシャンガールなんて可愛いんだ、なんて可愛いんだ。トリッキーを特殊召喚トリッキーを特殊召喚、オベリスクの効果を発動、モンスター2体をリリースし相手フィールド上にサンダーボルト打つゴッドハンドクラッシャー、あぶねマシュマロいたよかったよかった、マシュマロいた、おらしねー遊戯、うわーやった、俺はまだ帰らない、まだ帰らないぞ戦いの儀で俺はまだ帰らない、アンズにエッチなことをしてから帰るぜ相棒。ふん、さすがはユイ、神のカードが3枚も入ったスーパーヘビーのデッキを使いこなせるのはお前だけだ。というわけでね、今度は表遊戯で、闇遊戯に挑んでいきたいと思います。いくよもう一人の僕、さあ行くよもう一人の僕、今こそ冥界に返してやる、いや強えな強欲のツボ冥界に返してやる、相棒待ってくれ、俺はまだ帰りたくない。キングスナイトか、さすがやるねもう一人の僕、でもそのカードはクイーンズがないとかないとあまり強くないカード、まずは強欲なツボでカードを2枚ドローしに行く、さらに強欲なツボで強欲なツボをドローしていく、なんて強いんだなんて強いんだ、手札がいっぱいだぜ、サイレントマジシャン置いてさ光の風景を割るという、相棒待て、そんな害悪行為いけない。マジシャンズサークルでこのデッキ何入ってんの、またブラックマジシャン入ってないんじゃないかな、表遊戯ブラックマジシャンとか使わないでしょ、使わないはず、使わないから何読んでくるんだマジシャンズサークルで、わかんない、入ってんのかもしれないわ、あまあでもここはちょっと様子見でね、サイレントマジシャンが相手がドローしたら500上がるんで火力が、でまあ5ターン後ぐらいにレベル8、魔法効かないレベル8ちゃんが出てくれるんで、なかなか強いんじゃないでしょうかと、あこれ強いダブル2枚入ってんのかな、レベル8、さすがに2枚やるってことは2枚入ってるだろう、強いぞ行くよもう一人の僕、このまま遅延行為で火力をどんどん上げさせてもらうよそしてマジシャンズサークルで何かも出てくると、めっちゃ強いないよし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 、強い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 サイレントマジシャンビートデッキを舐めるな相棒待て、そんなこといけない、そんなこといけない、サイレントソードマンもスタンバイで進化するからレベル3だけはね、レベル5は確か戦闘破壊しないとダメだった気がするけど、行くぜ行くぜ、間違えたぜ、行くよもう一人の僕、攻撃、いや怖えな、聖なるバリア入ってんの見てるからだ、さっきカードの効果発動しない、よし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 、あマジシャンズサークル使える、マジシャンズサークル使った方がいいな、あ使わない方がいいな、向こうブラックマジシャンガール出してくる可能性があるから、可能性があるっていうか絶対ブラックマジシャンガール出てくるから、マジシャンサークルは使っちゃダメなんだよ、ここ使っちゃダメだ、ブラックマジシャンガールが絶対出てくる、危ないぜ、危ないよもう一人の僕やばいぜ、どっちがどっちだか分からなくなるぜ、ターンエンド、行くぜ相棒ドロー、俺はまだ負けるわけにはいかない、あカウンターがめちゃくちゃ強いな、これ乗っていくの超強いぞ遊戯さんが、遊戯さんが困惑しているあレベル8変身したな、あもうこれ勝ちじゃないの相棒待ってくれ相棒相棒強え、マジで強えぞ、とりあえず召喚しとけとりあえず召喚して、マジシャンズサークル出てもいい、これマジシャンズサークルで呼ぶか、バトルフェイズ多分ブラックマジシャンガールしか出せないから、向こう一番強くても、行くぜ行くよもう一人の僕、カードの効果を発動、マジシャンズサークルお互いに魔法を使いそう、何よえこっちこっち弱え、こっちバリ弱えじゃねえかよ、しょうがない、あトリッキーもいるのか、向こうのが強いじゃんマジシャンズサークル、向こうトリッキーとガールがいるのは強いな、
でも関係ない。何トリッキーマジックモードと何やられたぜ。さすがは相棒、そのカードは読んでいたぜ相棒。そのカードは読んでいたぜ。クトークンが5体は強え。マジかよ、マジかよ。でも攻撃は続けさせてもらうよ。もう一人は僕、申し訳ないけど君のフィールドはガラ空きになるんだ。僕のモンスターでガラ空きになるんだ。そしてサイレントモンスター、サイレントソードマンが戦闘でモンスターは、あ、やべえ、ミスった、やべえ、ミスった。脳死がすぎたわ。ちょすぎたわ。ミラーモンスターあるし、光のフープ剣もあるから、これちょっとかかったな相棒。トリッキーの守備力は1200もあるんだぜ。脳死で殴ってたら、そうだ、まだカウンターが乗ってないから1000しかなかったよ。でもここから強い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 。マジ強いだろこれ。めちゃくちゃ強いぞ。死者転生、トリッキー、何かを取ろうというのか。でも光の護風剣だぜ、光の護風剣だよ。もう一人、もうトリッキーに頼りすぎか、あいつ。トリッキー捨ててトリッキー出したな。なんてトリッキーな戦略なんだ。トリッキーまみれだぞ。ゴキブリのように湧いてくるカードだ。ガンドラーもありだな。ガンドラもありだけど、今はなしだな。今に関してはなしだな。これか、直接攻撃で戦闘ダメージ与えないと進化できないのか、サイレントソードマンは。じゃあどうするか、とりあえず殴っていくしかないよな。とりあえず殴るしかないっすね、これはもう。トークン攻撃。いくぜ。よし、ミラーホーサーない。ミラーホーサーまあ怖かったけど、でもこれもう勝ちじゃない。おそらく。よし、殴るぜ。よしよしよし。これ勝ったんじゃない、勝ったんじゃないの。うわ、リビングデッドだと。トリッキーに、いや、ブラックマジシャンだ。マジか、うわ、ブラックマジシャンか。まあ、ちょっとここは戦闘中断して取れるところで取っていくか。こいつで3000で取る。でこいつはもう殴れなくなっちゃってるから、よし、2300与えに行く。よし、これでサイレントソードマンも進化するな。あとミラーホースもあるし、光の風景もあると。今どっちのデッキも強えな、これ。どっちのデッキも全然強いです。めっちゃ強い。あ、これ進化するんじゃない、次のターン。この次のターンレベル8にできるな。サイレントマジシャンが強え。鬼強え。光の風景、サイレントマジシャンのコンボがマジで強え。あれ、ミラホじゃなければ勝ち。ミラホじゃなければ勝ちだけどね。あ、これ手札の1枚しかないのか、こいつ。1枚しかないから、もうこれ以上進化しないんだな。レベル8 1枚しか入ってないみたい。岩投げエリア。あ、サイレントソードはレベル5も進化だ。めっちゃ強い。めっちゃ強いぞ。あれがミラーホースとかだったらガンドラで割るのもまあありっちゃありなんだが、まあ、わかんないかな。多分ミラーホースないんじゃないかな。ないって、あってもこれは殴るべきだ。いけ、サイレントソードマンレベル8。あ、通ったわ。もう一人の僕、さよならの時間だ。相棒、待ってくれ相棒。相棒、俺の負けだ相棒。立てよ相棒、勝者がひざまずいてどうするんだ。俺がお前なら涙は見せないぜ。僕は弱虫だから、ずっと君が目標だった。君みたいに強くなりたくて、ずっと。嫌味か相棒、お前は弱虫なんかじゃない。ずっと誰にも負けない強さを持っていたじゃないか。優しさって強さを俺はお前から教わったんだぜ相棒。戦いの儀を受けてくれたお前の勇気が、俺の進むべき道を示してくれたんだ。もう一人の僕、俺はもうもう一人のお前じゃない。そしてお前は誰でもない。お前自身、武藤勇気という名のこの世でたった一つの存在なんだ。うん、冥界の扉を主導するウジャトガンが戦いの儀によってファラオの魂の真実を見極めました。3000年の月日が現世をさまよったファラオの魂を迎え入れる瞬間が訪れたのです。ファラオの魂を、ウジャトガンにファラオの名前を。我が名はアテル。来た。トゥットゥルートゥ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 ルー。相棒。